ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。かりゆし58から宮平直樹さんです。あんま来たと意味変わってる。お母さん来た。下のお母さん来た。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、どうでした？いつも見ていただいてるということなんですけど、はいはい、実際出てみてどうでした？いや、その連絡が来た時に、はい、めちゃくちゃ僕嬉しかったんです。出れると思って、でもう一つ嬉しかったのが、はい、今までこの例えばノブさんのなんか YouTube だったり、はい、いろいろお声掛けしてもらってる時からって、はい、直で連絡をいただくじゃないですか、はい、イベントとか。あ、そうですね。今回初めて、はい、表ルートで来たと言いますか。ほうほうほう。事務所ないんだよ。表ルート。そうかそうか。今まで裏から来たやつなんですよ。もちろん後々事後報告で声も呼んでもらって行きますよっていうのは連絡はしてるんです。マネージャーとかに言ってるんですけど、今回ちゃんとマネージャー経由で連絡が来たっていうのが、なんだろう、正規ルート。闇じゃなくて、それが嬉しかったですね。思ってとしての活動ができるみたいな。あれですよね、多分マネージャーのスケジュール帳に宮平初耳会談って書かれてますよね。多分バンドの方のホームページ、僕のそのオカルトとか会談のイベントを出させてもらう時があって全然乗らないです、はい、多分今回乗るんじゃないですか。これですね。ありがとうございます。かりゆしさんのこれツアーをやられたんですよね。そうです。ツアー T シャツで、はい、トカゲボーイ T シャツって言うんですけど。で僕が言うまで、はい、トカゲ男っていうのを結構押し出してるんで、はいはいはい、だからすごいハッシュタグとかも載せてくださったりとかして。すごいね。すごい着やすい。ものすごい着やすいんですよ、これ。めちゃくちゃ着やすいですか。ね、一番やっぱ来てほしかった方がモモさんなので、ありがとうございます。そんなモモさんは、はいはい、かりゆしの曲でアンマー以外に好きな曲を。デンマーですね。面白いよ。いや、めちゃくちゃ叩かれたよ。レスポンスの早さに許してくれよ、これは。お母さん、珍しいですよ。うん、めちゃくちゃ面白しい。欲しいんですよ。めちゃくちゃ面白いよ。決められないんですよ。沖縄のおじさんが深夜2時ぐらいに言いがち。あるんだ。あるんだ。そうですよ。沖縄のおじさん言いがち。それで電話だろ。どっちかのギャグです。どっちかのギャグ。どっちかのギャグ。そうですね。それは本当だって、すごい方ですから。すごいですよ。だってこのなんていうんですか、ものすごいバンド活動とかされてて、すごいたくさんの人の前で演奏されるわけじゃないですか、うん、そういう緊張と、はい、でも今日の、うん、例えば初耳会談でなんかそのコメントを求められたりとかの緊張とかって、はい、また違うものですかね。あ、そうですね。なんか、まあ、ライブとかってバンドの方は、はい、なんだかんだメンバーがいたりとか、うん、あとでかい音が鳴ってたりとか、まあ楽器鳴らしてるじゃないですか、はい、でいろんなメンバーそれぞれ見てもらってる感じですけど、振られた時、この会話の時とかって、うん、やっぱり自分一人で喋らないといけない時とかはまた別の緊張があって、うん、やっぱそうなんだね。オカルトと音楽ってあるじゃないですか、はい、あれどっちの方がやっぱり好きなんですか。どっちの方がすげえ質問だろ、それ。ガンジーは女性と階段どっちが好きなの。女性の方が好きでしょ、はい。そう、あ、だからこう違う、音楽も好きだけど、うん、ちょっとこう愛人みたいな感じじゃないですか、オカルトっていうのは。ああ、まあそう、まあそういう表現もあるんですけど、うん、でも結構ね、最近になって怪談だったりとかこの音楽がなんか近い部分があるのはやっぱ感じてて、そのなんか話をこう作っている感じとか、はいはいはい、その聞かせてもらった時とかの感動ポイントとかってあるじゃないですか、うんうんうん、それをどこに喋るときに落とし込もうみたいなやつとかがあったりとか、音楽でも結構そういった構成とか考えたりするんで、割となんか近い部分はあるとは思ってるんですよね。メンバーには全然理解してもらえないですけど。かりゆしのメンバーが例えば何かがちょっと怪我したとか、はい、ちょっと調子悪いなってなったら、うん、宮平が呪物を触ってきたからだとか言われてる。オカルトやってるから。
いやよくない被られそうなんですよ、ね、悪くすぎて首に振った気がするんですよ、ね、実際ちょっと事例はあって、うん、去年の10月頃ですかね、うん、都市ボーイズの林さんに遊びに行かせてもらった時に、はい、いろんな呪物使われたんですよ、ね、その翌週に沖縄でまあフェスがあって、はい、前日ぐらいからボーカルのこの前川がちょっと体調悪そうにしてて、はいはい、なんか2日かなぐらいで始まってたんですけど、うん、で本番当日楽屋入った時にずっと気持ち悪そうにして呼吸が苦しそうにしてたんですよ、はいはいはい、で結局これちょっと危ないね顔色も悪いしちょっと震えも出てるから、はい、で結局その日もう直前だったんですけどライブ飛ばして、はい、で病院に行くことがあったんですよ、はい、でまあ過労とは言われてたんですけど、はい、まずその時になんかお前何かやったって言われてちょっと呪物触らせてもらったんですけどね、はい、それだってなんか急にそのせいにされたんですけど、はい、まあ1回じゃないですか、はい、まあ1回ですね、偶然だろうってなったんですけど、はい、今年の5月か6月ぐらいに呪物展に出してもらったんですよ、はいはい、翌週、はい、ツアー中だったんですけど、はい、マネージャーが電話あって、はい、慎吾さんが立てなくなりましたとか、はい、どうしたのって言ったら股関節に夏みたいに溜まって急遽病院に行きましたっつってなんでボーカルに行くんですかなんで痛い目にしかも喉じゃなくて股関節に行ったんですよ直木さん先週呪物展で疲れてましたよねあ行ってましたけどっつってなんかそれ関係してないですかいや偶然だろうってなったんですよ、はい、でまた7月ぐらいになって他のメンバーが、はい俺最近膀胱炎になったんだけどお前なんかやったんだよ全部じゃないですかなんか言われてるんですよちょっとこれあれじゃないですかオカルトの整理されてもちょっと悔しい紐付けは簡単にしやすいですもんね、うんうんうん、確かにね、はい、これ2回目まあ偶然かもしれないけど3回目あったら俺も信じるよとはいはいはい、まあ、ツアーとかそのライブのスケジュールが空いてるときにじゃあもう一回なんか呪物的なものに触らせてもらって、はいはいはい、それで影響があるか信号に影響があったら俺ちょっと控えます次じゃあ実験ですね次のツアーツアーでお休みのお休みの間というか、はいはい、ライブのスケジュール入ってないときに、はい、ちょっと試しにやってあなるほどだから間違いないです、ね、間違いないんでまあそういった呪物的なものを控えようとね、呪物もフロントマンは分かるんですね、バンドの。こいつさん、降りて、こいつさん、ここ攻めやろうって。偶然かもしれないけど、やっぱりそういうふうに言われたりする。なるほどね。やっぱこう宮平さんってこう沖縄の方なんで、はい、こう階段でねこう沖縄出身の方って、うん、まあね、さっきの本編でも言ってたんですけどこう特徴的なお話されること多いと思うんですけど、なんかこうちょっとねせっかくなんで沖縄にまつわるような階段ちょっといただけたら嬉しいな。沖縄の話でこれ沖縄的な話かわかんないですけど土地的な話で、ちょっと最強戦って、はい、まあまあ、収録中の時にやってるじゃないですか、はい、でその一次予選で話させてもらったとある、まあ、家の話で始まったんですよ、はい、まあ、どういう話かというと、まあ、話聞かせてもらった、女性で市賀さんって方がいるんですけど、この方が最近実家に実は私、まあ、実家離れて暮らしてるんですけど、はい、まあ、最近ちょっと実家に帰りづらいっていうか帰りたくないみたいな話してるから、なんか親とか兄弟となんか折り合いがつかないんですかねっていう話聞いたら、いや家族仲はいいんですよ。で、今住んでるとこから実家までの距離も車で本当に5分10分ぐらいで行ける距離だからすぐ行けるんだけども、うん、実家自分の家というよりはその向かいにある家が気になってるって言ってて、うん、でどういうことですかって言ったら話結構戻るんですけど、10年ぐらい前にある家族が住んでて、でそこのお子さんたちがそれぞれ仕事とか結婚とか家を出たから。ご夫婦だけで2人住んでたんだけども、それがちょっとシェアハウスみたいなことを始めたらしくて、でその家の中で5、60代ぐらいの男性が結構出入りするようになって、その中で結構愛想のいい、まあ、60代ぐらいの男性がいたんだけども、その方が2階の部屋の窓から夕方になると外を眺めてるらしいんですよ。で仕事終わった後になんかお酒とか飲みながら、まあなんかね、リラックスしてる感じなのかなと思ってたら、そのおじさんのちょっと様子がおかしくなったみたいな感じで、なんかね、この初めこの例えば手振ったり挨拶したら返してくれてすごい気さくな感じだったんだけど、なんかぼーっと外を眺めるようになったんですよ。でどこ見てるか分かんなくて、
声かけても全然こう返してくれない。ぼーっとしてるのはどうしたんだろう、仕事で疲れてるのかなと思ってたんだけども、さらになんかこの様子がおかしくなったのか、お医者さんが斜めに傾いてきたらしいんですよ。ほう、病気かなんかなと思ってて、でそれからしばらくしてそのおじさん亡くなったらしいんですよ、で、まあ、近所の人からいろいろ話聞いたら老衰が原因で亡くなったらしいんですよ。で60代で老衰ってあんまないじゃないですか、うん、そうですね、若いです。結構警察の方とかの聞き込みみたいなのがあって、それこそシェアハウスで生活保護者を、まあ、面倒見てて住まわせたっていうから、事件性があるんじゃないかと、何か搾取してお金とかあげなかったり、ご飯食べさせなかったりとかしてたんじゃないかなみたいな、あの聞き込みとかいろいろ近所にあったんだけど、結局その事件にはならなかったらしいんですよ。なんだけども、その人が亡くなってるんで、その家、まあ、そのおじさんたちも売り払って空き家になったらしいんですよ。で、まあ、いわゆる事故物件みたいな扱いになってるから、もう全然住む人がいなくなったんですよ。でしばらくもずっと空き家が続いていって、その家に1年ぐらい前に新しい家族が引っ越してきたらしいんですよ。でそれがどうやら外国の方みたいで、でお父さんお母さんと小学生ぐらいの男の子が3人で住み始めたんだけども、お父さんは日本語もちゃんと喋れるような感じで挨拶したらいろいろ会話できるんだけど、お母さんとお子さんはまだちょっと片言みたいな感じだけども、次第に慣れてくると、まあお姉ちゃんみたいな感じでいろいろちょっと近所の付き合いがあったんだけども、ここ一月ぐらいの間って言ったかな、その小学生の男の子が2階の窓から外を眺めるようになったらしいです。普通に、まあ、初めはいつものように声かけたら返してくる感じだったけど、次第にその子供もちょっとぼーっと外を眺めるようになったんです。で、若干ちょっと斜めに傾いてきたというか、亡くなったおじさんと同じような現象が今起きてるらしいんですよ。で、話自体が俺聞かせてもらったのが一月ぐらい前で、で最強戦の時話したのは2週間ぐらい前ですけど、はいはい、もしかしたらそれからまたなんか進展がありそうで、で市川さん自体もその話今どうなってますみたいな全然聞けてないんですけども、何か起こってるかもしれないっていう、まあ、とある新興住宅街の話がありまして、はい、でこれもっと他にも後日談というか、話があって、住み始めた時にそこの土地ってもともと山側のエリアで山を切り崩して作った、まあ、新しいニュータウンみたいな新興住宅街なんですけど、その市川さん自体は、まあ、ちょっとね子供の時はいろんなのが見えてた感じだったらしいですね。で夜寝てると山の方から何かが湧いてくるのが感じたらしいですね、そのエリアで。で、まあ、近所でも何人かそういった見た人がいたから、この土地何かあるんじゃないかなってことで、それこそ沖縄のユタの方に、はいはい、見てもらったら、いやそこはもう別に何もやんなくていいって、土地自体が建物がたくさん建って人が住み始めたら地を鳴らし始めるから、そういったのが寄らなくなるから大丈夫だよって言われて、結局その住み始めた時がもう20年ぐらい前なんですけど、その時何もしてなかったんですけど、何か最近そのが起こってるから、この建物自体がまあ新築じゃないですか、なんか土地自体が何かあるんじゃないかなっていうようなちょっと話、ちょっとまだいろんな話が続きがあるんですけど、継続中の話ですよね。なんだろうな、何やろか、やっぱでも良くないものですよね、じゃないですかね、うん、それが新しく何かができてまた別のものが出てきたのか、うん、何なのか分かんないですけど、でその場所自体を、知ってはいるんですけど、まだ沖縄帰ったタイミングで行けてないんで、うん、今度ちょっと見てみようかなと思ってるんですけど、ね、うん、どういう場所なのかとか、ね、住んでる人になんか話なんか聞けたら、あ、ちょっといろいろつながりそうだなと。斜めっていうのが気持ち悪いですよ、なんすかね、斜めになっていくっていうのが、これ一個思ったのが、ユタがこう見て、大丈夫だね、何もないってなったってことは、俺霊的なものじゃない気がするんですよ。あ、妖怪とかそっちの類の神様とか魔物とか、そっち系だったらユタ
もうそのなんていうんですか、ピンとは来ないというか、はい、幽霊だったらそのやり取りできるけど、はい、なんかそっち系な気がするんですよ。山から押し寄せてきたとか、そうなんかどっかにヒントありそうな気がする。知りたい、気になってますね。ちょっと早々にそれを仕入れてまた来てもらっていいですか。すごい、何なのか。お願いします。本当にということで、今回のゲストは宮浦さんでした。ありがとうございます。裏初耳怪談配信チケット発売中。いやそんな話ダメだよ。で結果お蔵入りになっちゃった。住む場所も区別されてしまう。テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話が続出。さらに現場がまず写真こちらです、豪華ゲストも極上の怪談を披露。ここだけの恐怖を見逃すな。やべえって。